DC ミニ開発チームの副主任千葉です。警察の Konakawaさんだ。何か？お、ああ素敵ですよね。友達の夢を自分の夢みたいに見られるのって、同じ夢を一緒に。あ、確かに素晴らしい体験でしょうな。わかりますよね。そもそもフロート型の PC 画像処理のスリット脳チェック方式で脳検査してて最初にひらめいたんですよ。それに病気の治療にも有効活用できる。そう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 、生体電流の誘導性サージによる非線形波動の応用も、 BTU 出力の加減で新しいシナプス伝達型の通信方式を生み出せるからなんですよ。使用者それぞれの肉体をエネルギーにするというのも魅力的な発想ですな。そう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 、タンパク質の自己組み立てができる。時田先生とお話しなさっているのでは？結局それでね。彼女だろう。ん？パプリカ。どうなんだろうな。今回の件は、まあ事故だろうな。夢の攻撃なんて立件しようがない。